こんにちは、天板アカデミー堀秀夫です NHK のニュース深読みで本業、副業、二刀流、どうなる日本の働き方という番組をやってました。ね、政府が今までは、まあ、副業を、えー、認めないというようなね、えー、就業規則のひな形を作ってたんですけど、それを副業を認めるというふうにね、えー、変更する、まあ、そういう発表がありました。 で実際今、日本は、ねえー、年寄りばかり増えて、まあ、働いて税金を納める、あるいは、ねえー、年金を納める、健康保険料を納める、まあ、そういう人が、ねえー、ど,んど,んどんどん減ってきます。さらに、えー、これから減っていくのみならず、今現在でも、ねえー、なんと日本で会社に勤めている人、ね、年収200万以下が一番多いと。 人口が約1億3000万人ですから、1割弱の人は年収200万も取ってないと。年収200万取ってなくてね、えー、税金、年金、健康保険料捉えたら、はっきり言って暮らしていけないんじゃないかなという状態です。ですんでね、まあ、市場としてもまあ非常に厳しい市場になってますし、あるいは将来ね、貯金プラス年金で暮らしていこうと、今そうですね、えー 50歳以下の、まあ、私も50歳以下ですけど、50歳以下の人だとね、えー、もう年金と、えー、貯蓄じゃ暮らしていけないというようなね、世の中に、まあ、ほぼ確実になるだろうというふうにね、言われてます。で、現にそういうわけなんで、まあ、生涯現役とかね、副業を認めるとか、まあ、副業を認めたんでね、えー、自分で、えー、一生涯稼ぎなさいと。 会社は定年65か、あるいは延長して70か75か分かりませんけど、まあ、どっちみちね、会社は50年持つ会社ってのはあんまないんで、ね、途中で潰れる可能性が非常に高いと。何しろ市場も厳しくなってますんでね、えー、勤めてて、まあ、生涯ね、一つの会社に勤めようと思ったら会社なくなっちゃったと。まあ、その時に自分で稼ぐ力がなかったら、まあ、もう暮らしていけないですね、えー。はっきり言って死ぬしかないというような状態になります。 まあ、そうならないために稼ぐ力を身につけなさいというのがね、えー、副業を認めた、えー、一つの狙いではないかというふうに思います。で現在、残念ながら平均所得のね、えー、400万以下の方、まあ、これは相当厳しいと思います、まあ。ただ逆にね、この年収が1000万を超えているような人は、副業の必要がないのに投資とか副業で稼いでいる人が非常に多いと。ということはね、えー、この 勝ち組と、ねえー、もう完全に負け組。で、えー、この平均ぐらいの人はね、日本が衰退していくってことは、今のままだとどん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 負け組に入ってきますんでね、なんとか自分で稼ぐ力を身につけなきゃいけないというのが、えー、今、日本人として生まれた宿命です。で、日本は、まあ、非常に景気悪いですけどね、えー、外国だと景気のいい国も、えー、たくさんあります。まあ、その中の一つ、オーストラリア。 まあこちらでね、えー、日本でも同じの B の Amazon。これが始まりました。で、オーストラリアっていうのはね、えー、非常に物価が高いと、ね。で、年収も高いと。ですんでね、この日本の物価が安くていいものをオーストラリアに輸出すれば、えー、非常に稼ぎやすいという市場です。まず、ね、どれぐらい稼ぎやすいのか、どういう可能性があるのか、ね、どんなものを売るのか、あるいはサポートを受ければ、初心者らも稼げるのか、 まそういったことをね、この無料アマゾン o 室メールセミナーで公開してますんで、こちらにメールアドレスを入力して、お名前を入力して登録するボタンを押してですね、無料メールセミナーをチェックしてください。まあ、これからの日本、自分で稼げる力をつけないと、かなり悲惨な未来が待ってます。えー、そうならないために、まずね、はじめの一歩、無料の Amazon 室メールセミナーを登録してください。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。